凹凸の凸の部分にだけ色がつきますんで、その部分が波の、ね、白さというか泡になってくれるような感じで。今回なんですけども、レイアウトの方、場所的にはここですね、一番端っこのところ、こちらの方をちょっと海を作っていこうと思います。海面の表現に使うのは、こちら、これアルミホイル、こちらの方をちょっと使っていこうと思います。で、そしてちょっとこうシワを出しながら、このシワが海面波になるような感じですね。で、こういうふうに。これが海面、波の表現になるような感じですね。これぐらいでいいでしょう。そして、ここではみ出した部分は切り取っていきます。今度こちらですね、アクリル絵の具、青と緑と混ぜたような感じのもので、ここももざーっと色を塗っていきます。方ですね、アルミの方、色付けの方終わりました。で、この後なんですけども、こちらですね、トミックスの情景コレクションの堤防ですね、こちらの方をこうちょっとね、配置していこうかなと思いますので、こうちょっと配置して、これだけだとちょっと寂しいので、あとはまたゼオライトの方をちょっとこう端の方に巻いていきます。岩にぴったりかなーって思う大きさがどうかなとは思うんですけども。で、こんな感じですね。で、これをまたボンド水で固着していきます。で、こちら、岩場の方固着した後で、またメディウムの方で最終仕上げの方をやっていこうと思います。メディウムの塗り込みですね。多めに取り出して、さて塗っていきましょう。
雑把にザーッとこう置いていって筆で伸ばしていきます。なんかバターかなんか塗ってるような感じですよね、マーガリンとか。はい、海の方の、ジェルメリウムがまあまあまあほぼほぼ固まりましたので、次は、こちらですね、アクリル絵の具の白を使って波を、表現していこうと思います。こんな感じで綿棒の先にちょっとね絵の具つけてこうザーッと感じで擦っていくと、この凹凸の凸の部分にだけ色がつきますんで、その部分が波の白さというか泡になってくれるような感じで、やりすぎると今みたいにちょっと全体に広がったりしてしまうのでちょっと注意必要ですね。ちょっとね、波が立ってるような感じに見えないでしょうか。どうでしょうか。ちょっと荒れた海っていう感じになったんじゃないでしょうか。先にね、作ってる川と比べるとこっちすごい穏やか、波がほとんど目立たないような感じなので、それと比べるとね、だいぶ慣れた感じで波が出せていい感じになったんじゃないでしょうか。ということで、今回は、港の方ね、海の方をちょっと作っていきました。こんな感じで鉄道模型に関する動画の方をアップしていってますので、よろしければチャンネル登録、コメント、いいねボタンなどいただけるとありがたいです。今後もレイアウト制作の様子動画にしていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。ということで今回の動画ここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。